皆さんこんにちは。今日はですね、ジンバルを持って海に来ております。いつもはですね、ライブ中継ですと電波が悪いと画質が乱れますので、今日は録画で海に来ています。結構連休でですね、今日は9月の23日、2018年の9月の23日です。全国からですね、ここはサーフィンが有名なところなので、日本全国からサーフィンをしに若い人たちがやってきます。歩いて、やっぱり録画してですね、編集してっていうのがもう確実ですよね。画質もいいし、ライブ中継ですといくら良くても 720p になりますので、ちょっとパンしてみますね。こんな感じのところです。ちょうどまっすぐ見たところが太平洋にありますね。宮崎県の日向市というところです。オクラヶ浜というところですね。世界ジュニアのサーフィン大会とかですね、結構サーフィンの大会も行われていますので、2020年のオリンピック種目にサーフィンが初めて追加されましたので、結構練習にして、結構練習をですね、来る方がおられます。やっぱりジュニアの頃からですね、技を磨いて一生懸命やっております。後でズームしてみますが、どこまで撮れるか。波の音が結構賑やかになってきたでしょ。じゃあこれちょっとズームしてみます。ね、ちょっと iPhone のズームですので、なかなかね、これがいっぱいです。オズモモバイル2にですね、iPhone 6を付けて、今最大のズームでやっております。やっぱりね、サーフィンとかこの陸側から撮るときにはですね、やっぱり光学ズームがついたやつでないとちょっと厳しいですね。でも癒しの海の潮騒の音と、それぐらいで良ければこんな感じで撮ります。これね、急にズームがいっちゃうので、これもちょっとゆっくりズームとかね、するようにちょっと調整をしとかないといけないですね。多分調整あると思うんですよ、これ。ちょっと いきなりズームにいっちゃうので、
今日はですね、オズモモバイル2を引っ張り出して、せっかくね、ジンバルがあるわけですから、使わないともったいないです。というのもですね、昔はものすごく、その、手ぶれしないっていうのに憧れてまして、一番最初にね、やっぱりそういう技術が入った時っていうのは、ヤジロベみたいな感じだったんですよ。もう全く物理的にモーターも何も使わずにですね。日本では、世界ふれあい街歩きっていうので、カメラマンさんがですね、でっかいやつをつけてましたよね。それとか、ずいぶん昔のオリンピックの時にはですね、体に30キロぐらいの、そういう機材をつけて、でっかいカメラを回しておりました。で、それがですね、日本に入って来なかったんですよ、まだ。僕、イギリスからね、なんか取り寄せて買ったんですよね。物理的な、その、ヤジロウェイみたいなやつですよ。ハーグっていう、今でも売ってますよね。それは割とハンディビデオなんかを取り付けることができるんですけど、それでもなかなか電動ではないので、安定はしてないんですよ。あとは、そうですね、ホームセンターで自分で作るっていう人もいましたよね。で、その作り方をネットに変えてたりとかしてですね。そんな方もおられました。だから、割と今、1万円前後で、こういったものが手に入りますので、本当に安いと思います。ただ、あまり、そのね、使い方っていうか、関係ない人は、ね、あんまり使わないと思うんですよ。僕はどちらかっていうと、世界ふれあい街歩きで、ヨーロッパの階段を登ったりとか、世界のですね、おじさんに話しかけたりとか、街歩きするっていうのが、ものすごく憧れだったので、どうしても欲しかったんで、昔高くても買いましたよ。海外輸入、個人輸入してですね、多分送料含めてね、3万近くしたですよね。2万円ちょっとぐらいか。そんな感じでした。でも今はね、この安くで手に入りますので、まあ、みんなYouTuber の間ではですね、流行りっていうか、それだからみんな買おうかっていう人もいるんでしょうけど、でもそれはそれでね、いいと思うんですよ。全く使わない人は使わない人で、もう三脚でも結構ですので、よりアクティブにね、使いたいっていう人は、やっぱりこれ必須じゃないかなと思います。そうね、今の方はあんまりそんなに、これがね、素晴らしいと思わないんでしょうけど、昔はハンディカメラで撮っても、テレビ局なんかに持って行っても画質が悪いって言って、なかなか使ってもらえなかった時代があったんですよね。当時はベータカムっていうのが、だいたい業者は使っておりまして、テレビ局は。だいたい20分から30分ぐらいしか撮れないんですよ。ビデオテープですので。ね、今はデジタルになってね、こんな安くで手に入れますんで。まあ、みんないいんじゃないですかね。こういうのを使えば、ほんとプロ並みに撮れますんで。ですので、なかなか、僕もね、そういったブームになってくるっていうのはもう思いませんでしたけど、皆さんも欲しかったらね、ぜひ使って、また使えないとか使わないとかいう人も出てくるでしょうから、中古でね、いいものがたくさん出回りますよ。そんなに使ってない新品状態のものがですね。それを使ってみたらいいんじゃないでしょうか。というところで今日はですね、オズモモバイル2を使う機会が最近なかったもんですから、ちょっと海に来てこれを持って録画で使ってみました。それでは皆さんありがとうございました。さようなら。